映画館では今も毎週新作映画が公開されている。一体誰が映画を見張るのか、一体誰が映画をウォッチするのか。映画ウォッチ超人ことシネマンディアス歌丸が今立ち上がる。その名も週刊映画辞表ムービーウォッチメン。 What did he see? What did he feel? Which movie will the Cineman Diaz review about? Movie Watchmen。ここからの、時間は映画評論コーナー週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今劇場で公開されている最新映画を毎週映画ウォッチ超人のシネマンディアス歌丸、まあ、私がどのような姿をしているかについては先週の、この番組ホームページの、放送後期ぜひ、ご覧いただきたい。私こんな姿でいつも放送しておりますシネマンディアス歌丸がウキウキウォッチング、その監視報告を報告いたします。先週ムービーガチャマシンを回して決まったのはこちらの映画、藁の盾。凶悪な殺人犯に10億円の懸賞金がかかり、犯人を移送することになった刑事たちの緊迫した、童貞道のりを、スリリングに描くサスペンスアクション。監督は悪の経典、13人の刺客の三池崇史。原作はビーバップハイスクールシリーズで一世を風靡した木内和弘の小説デビュー作。命がけで犯人を移送する SP を演じるのは大沢たかおと松島菜々子。少女を惨殺した残忍な殺人犯を藤原竜也が演じるということで、藤原さんご結婚おめでとうございますということですけどね。さあ、ということで、ムービーウォッチメンね、全国のね、ウォッチメンたちのね、皆さんもああいう格好で映画館に行ってるんでしょうかね、これね。大変ですね、これね。違うね。世を忍ぶ仮の姿で行ってるんでしょうね。はい、もうこの映画見たよというね、リスナー AK ウォッチメンね、の皆さんからの監視報告いただいております。メールの量、多めです。まあ、三池崇史監督作品というのもありますね。まあ、私が割とね、藁の盾やりたいなんて前から言ってたってのもあるんでしょうかね。メールの量、普段より多めでございます。ただし、賛否で言うと、3が4割。否定的意見が4割。いいところもあったけど悪いところもあるという中間意見が残りの2割。ああ、そうですか。突っ込みどころが多すぎる。志は買うが、現実味がないし、ストーリーの荒が目立つ。アクションには迫力があり、役者陣も頑張っていたと思う。などの意見が目立ったということでね。はい。もちろんいつもね、読ませていただいてますけど、僕今回ね、僕の立場的な問題もありますけど、もうちょっと火が多かった気がするっていうか、それだけ僕はちょっとぐさぐさこうね、あ、そうですかね、みたいな感じになってる。ね、まずちょっとダメだったという方のね、ご意見ご紹介しましょう。代表的なところ。ラジオネーム、ポンジュースさん28歳。この映画、めちゃくちゃひどかったです。先輩に誘われてシャーなしで見に行ったのでつまんないだろうなという覚悟はしていたのですが、もうスタンスがね、あれですけど、その覚悟を上回るほどのひどさでした。終始しょうもない展開ばかりで失笑続き、早くこの苦痛から解放されたいと思った映画は久しぶりです。ってね。ツッコミどころ満載の映画って好きなんですが、ここまで登場人物がバカばっかりだとさすがにイライラ。というね、しかもキャラクターが全てカッコつけてるので余計に滑稽でがっかりします。お金はかけてるんだからもうちょっと丁寧に作ってください。というね、ような。ただし、この方も役者さんたちの演技は普通だったと思います。皆さんお上手でしたって、ポンジュースさんね、ご意見でございます。褒めてる方。で、褒めてる方、いろんな褒めてる、褒めポイント、これもね、結構人によって褒めポイント分かれてるところもあるんですけど、比較的僕の、感じにちょっと近い方ということで、ブリジット・ホンダさん。ちょっと省略させながら紹介させていただきますけど、私はこの映画に心を揺さぶられてしまいました。自分のパーソナルな部分にものすごく響いてしまったのです。やられたからやり返す。肉親が殺されたから復讐する。向こうが始めたことだから応戦も仕方がない。死んで当然のクズだから殺しても許される。そういった苛烈な条件を次々に突きつけ、私の倫理観を、正義観を揺さぶり続けた本作が至る結論。それは三池監督が思う、今の、これからの日本のあり方、日本が選ぶべき道ではなかったかと。その選択がいかに辛く悲しく重く耐え難い道であるかを示しつつも、どれだけ己が傷つこうが怪我されようが、果てなき憎しみの報復の連鎖に踏み入るよりははるかにマシなのだというふうに、そのように本作を見てしまった私には、絶えず自分が試されているかのようで、鑑賞そのものが辛い体験でした。というね。これまあちょっと、ブリジット・ホンダさんおっしゃってることは微妙、ちょっと違うけど、でもまあなんとなく感じとしてはちょっと僕にも近いというところで選ばせていただきました。あと、劇中、まあ、三池武士、飛び道具的な三池武士が、比較的抑えめだっていうご意見ですけど、途中でなんか BGM 的に流れるサントラをぶった切って、ラジオが音楽の途中ですが、って、こう、ラジオのニュースが始まる。なんかこう、なんかこう、感傷的に行こうとすると、そっちブツッとこう行くような感じっていうのはね、バットコとか指摘されて、それもなかなか良かったとこですよね。はい。ということで、褒めもね、ダメだったという方の方も全部ね、戻っております。ありがとうございます。さあ、ということで、ムービーガチャ当たる前から実はね、すでに一回見てて、当たんないかななんてことを前から言ってた藁の盾行ってみましょう。はい。ということでね、まあ、要はもう最初に言っちゃいますけど、
僕は個人的にすごくツボにはまるあるポイントがあって、僕的には大変面白かったんです。で俺はやっぱ好きですっていう感じなんですね、という感じだった。ただ一方で、まあ、例えばその今カンヌにね出品されてて、なんかねちょっと票がなんとかって言ってますけど、確かにねもうそれは明らかにカンヌ映画祭に出品されて評価されるような作品じゃないのもまた確かだし、どう見ても、でつくづく、まあ僕はこれはつくづく本当あんまり使いたくない言葉なんだけど、いわゆるその突っ込みどころ多すぎ的な低評価もまああるんだろうなっていうのもわかる。まあ確かにそういうのもわかると、で要は僕的にはだったら余計に僕が支持したポイントっていうのをちょっと主張しておくしたいなっていう積極的な気持ちが生まれたということですね。ダメだって人の意見もわかるけど、俺は面白かったし、結構心底グッときたっていう、あたり、これをねちょっと主張したいこと、気持ちが湧いてきました。でね、まあ、それは何かっていうとね、もちろんもちろん、ね、例えばこういう人は多いと思いますよ。日本映画で久々に、まあ、ビッグスケールのアクションエンターテインメント、それこそ新幹線大爆破級のっていうかね、まあ、新幹線ね今回実際にこう出てきて、こんなのどうやってって思ったら台湾ロケしてるっていうね、はい、だから車体の色とか違ったりしますけど、台湾ロケして新幹線使ったりとか、いろんなね、高速道路が出てきたりパトカーいっぱい出てきたりとか、まあ要は、久々にこういうビッグスケールかつハードなアクションエンターテインメント、まあ、そういうのをよくここまでやってくれたっていう嬉しさももちろんそういうのもあるし、一方でね、あとやっぱ木内和弘さんのその原作小説、まあ、その木内和弘さん、まあ、先ほども紹介で言いましたけど、当然漫画のビーバップハイスクールの作者であるわけですけど、これ映画ファンにとっては何しろ木内和弘さんって言ったらやっぱりその、映画監督としてもね非常に評価高いとか、僕なんか超大好きなんですけど、例えばやっぱV シネマのカルロスですね、竹中直人さんがブラジルのねギャングを演じるカルロス、もう名作中の名作と言っていいと思いますけど、あるいは、木内和弘監督版のビーバップハイスクール、那須監督版じゃなくて、木内和弘版ビーバップハイスクール、もう全く救いのないもう暴力の無限地獄というかね、はい、として描かれるビーバップハイスクールであるとか、あるいはジョーカーなんてあったりとかね、あと鉄と鉛ですよね、渡瀬綱彦さんのね、もう傑作いっぱいありますよ。まあハードなアクション映画の作り手としてはやっぱ我々何しろ映画ファンにとってやっぱ木内和弘さんっていうのがある。でその木内さんが、小説デビューしたのがこの藁の盾で、もともとは自分でいずれ映画化できればなというそういうような想定で書かれたであると。 でもちろん小説もむちゃむちゃ面白いんですけど、僕は今回の映画化はこれちょっといろんな見方あるようですがね、元の小説版では納得できたとか部分が今回はダメだっておっしゃる意見も見るんですが、僕の見方では少なくとも映画的に、そしてここは大事なんだけど、テーマ的には今回の映画版はこの原作版からより俺ブラッシュアップされてる、という点もまあ良かったなっていう点もあるんです。ただでまあそれらについても後で時間が許す限りはちょいちょい触れてはいきたいんだけど、僕がこの作品に関してその心底グッときてるポイントってさっきから言ってるのはちょっとさらにその先の部分っていうかですね、むしろちょっとそこじゃない部分なんですよね。大型アクションエンターテインメント、もちろんそういう作りにはなってますけど、大型アクションエンターテインメントっていうよりはどんどん話が進むにつれてだんだんこうなんつうんですかね、哲学的会話劇のようになっていくっていう、でいわばそのなんていうんですかね、偶話的になっていくわけですね。でその偶話としてのメッセージ性の部分なんですよ。これ三池崇史監督自身がですね、このパンフレットのねなんかそのあれでもおっしゃられてますが、発言としてと引用されてますけど、この作品はね、ハリウッド映画のように始まって途中でいろんなものをそぎ落としていって最後は魂が残る、そういうところは、面白い今日の作品ですみたいなことを言ってて、まさにそういう部分、そういう構成の部分というか、でまさにね、人によってはそここそがうざいと感じられたよね。なんかそのなんかダラダラかなんか会話してどうでもいい会話しやがってとか、あるいはツッコミどころだったり、これ後ほど言いますけど、確かに僕はここの、どんどん会話劇は抽象度が増していくに従って現実味から離れていく感じってのは確かにあって、確かにツッコミどころにはなるんだろうなとは思うんでしょうが、やっぱその偶話としてのメッセージ性の部分がですね、これ僕の話ですね。今日はかなり僕のがこう見たって話が多いと思うんですけど、目下のこう自分の問題意識っていうかですね、特に要は本業でね、もうすぐ次のアルバム作んなきゃいけないっていうんで、まあいろんなこと考えてるじゃないですか。でそこでいろいろ考えてるた時のにこう自分の中にある問題意識とかと結構重なってですね、自分でも意外なほどちょっと本当に面白かったってどこじゃなくて、結構心震わされてしまったっていうか、そうだよって、その通りだっていう、感じにこう思ったりなんかして、なのでまあ今日は結構ほとんどその僕が受け取ったテーマの話というか、僕が受け取ったメッセージ性の話、になると思いますので、こういう見方もあるのかぐらいにね、ちょっとね、受け取っていただけると嬉しいんですけど、
それは何かっていうと、じゃあメッセージ性、偶話としてのメッセージ性の部分。要約してしまうとね、これ要約しちゃうとものすごくいきなり大きな言葉になっちゃうからちょっと恐縮なんだけど、まあこういうことだよね。人間の尊厳とは何か。あと人生の尊厳とは何か。もっと要するにその何のために生きてんの人としてっていう話っていうかね。はい。まあ、急にでかい話になっちゃってるけどね。要はもっと噛み砕くとこんな話ですよ。要はこの話は、あの手この手で、ここまでされたら人っていうのは普通こうなっちゃうでしょっていう倫理的な揺さぶりをあの手この手でかけてくるという話なわけですよ。まずはやっぱりね、この話の根幹にある、まあ要はその超悪いね、なんか犯罪者がいて、で、それの被害者の遺族で超金持ちが、もうただごとじゃない金を提示すると。で、そしたらその、やっぱりちょっと土地狂っちゃうというかね、一線を踏み越えちゃう人がゾロゾロ出てくるっていう。要するに、ただごとじゃない金を提示された10億円。しかもこれ、映画版は原作よりちょっと参加ハードルを下げる改編として、未遂でも1億はもらえるっていう設定が加えられたりして、というね、一線を踏み込めてしまう人がボロボロ出てくる。まあ、人が欲望に弱いですよねっていうような、まず、リサブリ。これはでも一番この作品で実は表面的な部分っていうか一番浅い部分っていうか、ぶっちゃけここまではアクションものでは割とある設定と言ってもいいと思うんですよね。はい。なんだけどそれ以上にやっぱ今回の話を面白くしているのは、そういう損得感情とか欲望とかっていうレベルとはさらに別に、さらに次の次元で、それこそ普通のアクションエンターテインメントであればこいつを殺すのは善であるっていう風に迷いなく認定されているようなキャラクターをあえて設定しているってことですよね。はい。まあ、要はその藤原竜也さんが演じる、まあ、養生、暴行、殺人犯っていう、しかも全く何にも反省も何にもしない人っていうね。で、これ藤原竜也さん、ちなみに今回の役に関して言えば、僕藤原竜也さんの演技に関して今までさ、ね、様々な作品で、要はその、彼が泣いたりわめいたりする大きい演技は本当させないでくださいみたいなことをね、大行になっちゃうんでなんてことをよく言ってましたけど、今回のに関して言えば、この藤原竜也さん特有の大きい演技がすごく役柄に過去最良のハマりっぷりを見せてると思いますね。はい。という感じだと思います。要は、わーってやったりするのも若干芝居がかってるっていう、そこがすごい、まあ、合ってるってことですね。はい。あと、まあ、今回の映画版、まあ、小説版よりさらに、まあ、口にすることとかが、人手なし度がアップしてるっていうね、面もあるんじゃないでしょうかね。はい。で、まあ、要はこの、清丸というですね、その、超悪いやつ、超悪いやつです。どうにもない。最低最悪ですよ、それはね。こいつは要は、どういうものかっていうと、人生における、もっと言えばこの世界における、コントロール不能な不条理の象徴。なわけですよ。そう考えると誰の人生にも置き換えうる存在のわけですよ。もちろん養女暴行魔の被害者になるっていうのがみんなにとっての体験じゃないにせよ、要はもっと小さなものでもいいですけどね、僕らの人生にはどっかには何かしらの悲劇とか、なんでこんなことが起こるんだっていう腹、どうなってんだよ、神も仏もないのかみたいなことはやっぱ起こりうるわけですよね。そういうものの象徴だと思ってくださいよ。で、確かにこの男はこの上なく忌まわしい存在なわけですよ。はい。ね。だから普通だったらぶっ殺した方がいいですよねっていうような存在ですよね。なんだけど、普通の映画だったらね。ただその、こういうやつが相手ならこうなっちゃっても仕方がないっていうのは、さっき言った、ここまでされたら人は普通こうなっちゃうでしょうっていう、結局、その、この世にあるね、不条理に翻弄され屈服してしまってるっていうことなんだから、それは結局、人間の尊厳とか、人生の尊厳っていうのを守ったことにならないんじゃないか。ね。人生に起こった不条理に、要するに負のあれに飲み込まれちゃってる。でもそれはしょうがないんだよ、人間。多分僕だって自分の人生起こったらそうなってしまうけど、でもそれはやっぱり、屈服してしまってることになるんじゃないのかっていう問いかけね。で、主人公はそれに対してこう、ぐっとこう耐えるわけだけど、物語上は容赦なく、ほら、だってこんなことしちゃうんだよ、こいつ。ここまでしちゃってんだよ。ほら、もうだって殺したってもう誰も責めない。もう観客だって責めないよ。ぐらいの感じで、揺さぶりを増してくるわけですよ。だから先ほど、ブリジット本田さんのあれにもありましたけど、見てる間も、要は非常に葛藤させられるっていうか、いや、もうだってここまで来たら、やっちゃうしかないのかなみたいな感じでこう揺さぶられる葛藤をね、させられると。で、その、葛藤が極に達したところで、まあ、大沢たかおさん演じる主人公。これ大沢たかおさんの主演史上でもやっぱり最高にハマってる部類だったと思いますけど、まあ、その、とある告白によって。ちなみに主人公の設定も原作から僕テーマ的にですね、ブラッシュアップされてるなと思うのは、奥さんの死の原因の設定が、実はね、その、とあるこういう設定が原作よりさらにこうちょっとなんですかね、テーマ的な揺さぶり要素を増す設定になってるって、ここも僕はいいなというふうに思ったんですけど、で、まあ、とあるその主人公が告白をするわけですよ。実は本当はこうなんだっていうことを言う。それによってさっきから言ってるその人間の尊厳みたいなね、
ものの根拠がいかに脆く儚いものかっていうのが分かる。つまりもう幻想なわけですよ。必死で信じなきゃいけない幻想なわけですよ。でもそれでもその小さな物語にすがるしかないんだよ俺はっていう話になっていくと。でもとにかくそのもう倫理的な揺さぶりが極限までいってますから、もう観客側もいやでもなんでそこまでっていうところまでいくわけです。最終的にはその姿勢、主人公の姿勢は人は普通こうなったらこうなっちゃうでしょっていうリアリズムからすると、現実主義からするとほとんど不合理な領域に入っちゃうわけですよ。例えばもはやもう任務ですらないみたいな感じになっちゃってるわけですよね。職業意識ですらないっていう領域まで行っちゃってるわけですよ。でここでその主人公の行動を見て、そのね悪の権化たる、清丸が思わずすげーってこう言っちゃう。ここで清丸にすげーって簡単な言葉を吐かせているこの映画版の、これはやっぱ映画版の作りなんですけど、すげーって言葉を吐かせてる映画版の作り手は明らかに僕が今言ってるメッセージというのに対してすごく意識的なんだと思うんですけど、つまりそういう、人間の尊厳とか人生の尊厳なんてものはその小さな物語という名の儚い幻想にすがるような、本当にすがるような思いの脆いものなんだけど、そういう、そこにすがるしかないという不合理な、でもその不合理なまでにそれを貫くすげえ誰かですね。現実主義からしたらもう すげえな、すげえななんかみたいな、というすげえ何か、すげえ行動、すげえ誰かこそが、まあその、このことの発端であるその蜷川というね、金持ち老人が代表する、ここまでされたら人は普通こうなっちゃうんだから、こうしちゃうんだから、というその蜷川老人に代表される現実主義であり、ね、人は死んだら物を言わないんだし、ね、ここまでされたらやり返しかないだろう、そして金がさえあれば、もしくはそのいろんなことをやれば人は動いちゃうもんなんだからさ、という現実主義、おそらく現実の世界はこの考え方で動いているのである、それを不合理なまでにすげえ誰かだけが凌駕できるっていうことですよね。はい、つまりね、その蜷川老人の、その言ってることというかね、彼がその結局言う通りに、彼が言う通りの展開になってしまう、もしくは清丸がクソ野郎であるがゆえにもう思った通りの展開になってしまう、主人公は 何にそれに抵抗してるかというと、その人間というものに鷹をくくった考え方としての現実主義ですよ。人間性というものにはそんなもんでしょうって鷹をくくった考え方を不合理なまでのすげさで凌駕する瞬間っていうことなんですよね。で原作からこのクライマックスは大きく改変されている。それによって非常に実は無理も増しているシーンにもかかわらず、僕はこのメッセージ性の着地において、僕はストーリーの根本の問いかけにこのラストはすごく正しく答えていると、こうじゃないと蜷川老人のやっている挑戦に対する答えにはならないんだっていうことなんですね、というふうに思って、だからそれを最後にすげーって言葉を吐かせて、唖然と見守る、要はそのはーっていうとこまで行ったっていうことで、僕はそのあこの作品はすごい、ちゃんと語るべきところにちゃんと問いかけに答えてる、すごくこう感動したわけですよ。自分の問題意識に対してそうだよなっていう。でその後に続く、まあエンドクレジットが流れるところに当たるラストショットですね。あるラストショットがあるんですけど、これやっぱりそのここまでの話にの全く乗れてない人にとってはまあ甘いハッピーエンドのように感じるでしょう。あ生きてんのかよみたいなね。いや生きてんのかってことなのよ。はい、心霊場面じゃないんですか、これは心霊ショットじゃないんですか、ここは死んでるってことじゃないよ。つまりこういうことよ。既存の映画と比べて言うなら、僕はね、クリント・イーストウッドが主演しているザ・シークレット・サービスってご覧になったことありますかね。あれのラストに近いなというふうに思ったんですけど、なるほどこの世は不条理で腐ってる。ね、で善人は辛い思いをするばかりだ。ザ・シークレット・サービスで言うと、その敵役のジョン・マルコビッチがまさにそのこの世の不条理みたいなのに対して、要するに、まあ、こんなこの世の中クソなんだから、もうそんなやってやるっきゃないだろう、でお前もそう思うだろうって、そう主人公にこう語る。でそれこそシークレット・サービスを演じてるイーストウッドは大統領 とかね、それを守んなきゃいけないんだけど、お前が命を懸けるような対象かそれはっていう問いかけをガンガンするわけですよ、その、マルコビッチは。でこの世は不条理に満ちてんだから、俺たちみたいな人間は、不幸に死ぬしかねえんだよなっていう彼のメッセージだけが残ったように見えて、実はその後に主人公のいやそれだけじゃないだろう人生にはっていう、そのラストショットが、このラストショットにすごく近いなと思ったんですね。それはでも本当にささやかな、さっきから言ってる尊厳の拠り所っていうけど、本当に小さな物語、幻にも近いような、それのでも可能性を示すショットですよ。ここに生きる希望とか人間の尊厳の可能性はあるだろうっていうショットですよね。だからこれは、さっき言った心霊ショットだっていうのは、なんなら作り手の願望を示してる、こうありたいじゃんかっていうショット、願望を示す。だから大沢たかおは顔を見せないですよ、そのラストショットでは。
そのだからこれが本当に本当の、物語上の、現実の着地かっていうとちょっと微妙っていうような終わり方だと思うんですよ。願望ショットであり心霊ショットなわけですよ。だから作り手のこういう希望があると思いたいじゃん。だから感動的なんですよね、ラストショットは。はい、これは同時にそのフィクションとか物語っていうのが現実社会はもちろんそのね絶望に溢れてるわけですけど、提示すべきものの意義っていうのも示してるなと。これ僕今まで話してること随分うがった見方するなって思うかもしれないけど、僕さっきから言ってるように作り手は原作からの改変ポイントを見るに、このテーマ僕が今言ってるおそらくは言ってるようなことに向けてあの作品をブラッシュアップ、作り上げてきたんだなというふうに僕は思います。インタビューなんかを読みつけても、はい、で僕はそれがちょうど僕も作品を作ってる時にいろいろ考えてることにすごく一致したのでというね、ライムスターの次のアルバムどうなるんでしょうかそれはいいんですけど、でね、ただただわかりますわかりますね、はいはい、一応言っとかないといけないよ。ツッコミどころがありすぎっていうのもそれはわかりますよ。僕が今ものすごく感動的にね、ここは感動的なんですって言ったその例えばクライマックスシーン、ただここが同時に僕が他の映画に関してもよく言ってることですよね。日本映画よくあるね、あのクライマックスとかに なんか大行な展開になればなるほど、なんで周りの人間は街に入ってるんだよ、この間待ってんのかって、まあ、確かに大沢たかおが待てとか言うけどさ、にしたってちょっとさ、なんか遠巻きに見てるとかおかしくね、どう考えてもって車で止まって、もう非常に不自然極まりない、いわゆるよくありがちなクライマックスの、待ち問題っていうのはあると思います。たださっきから言ってるように話上あの三者が三者だけが残るっていうのはテーマ的な着地としてはちょっと必須だったと思うので、ただなんかもうちょっと納得できる設定とかはなかったのかにゃーみたいなのはまあまあそりゃ値だって思うじゃん、値だってそう思うさ。で、あとさ、まあ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 ね、そこで山崎努さんがいや仕込み杖ってチンピラかっていうね仕込み杖ってって思うしさ、うん、まあいやね、山崎努さんこうなんかヨタヨタ歩き方とか、まあ、そこも含めてですけど、これちょっと正直苦言を申させていただくと、役者陣の皆さんいいんですけど、イブ・マサトさん以外のベテラン役者の皆さんほど顕著な、いわゆるそのやっぱこれはマイナスの意味で大きい芝居ですね、断じてない言うかな、断じてとね。逆に若手長山健人さん、あの不甲斐ない僕は空を見たね、非常に好演されてる長山健人さんの、あの若気のなんていうかな、ちょっとこう突っかかってくるあれ、あの原作のある種の役をちょっとミックスしたような感じの塩梅の役になってますけど、僕非常な好演だと思いますね。ちなみに僕これ長山健人さん知らなかったんだけど、瑛太さんの夫実弟なのね。なんたる、エータの名字って俺考えたことなかったからすげえなって思ったりしましたけど、あといわゆる上手い演技っていうのとはちょっと違う部分ですけど、松嶋菜々子さん、これ逆に上手くない、上手い人だとさっきみたいな大きい芝居になってガチってなところ、本当になんかこう何考えてるか分かんない感じっていうか、その家政婦のね、家政婦以降っていうか何考えてるか分かんない感じでもあり、あと僕ここに関心したんですけど、松嶋菜々子級の女優にともあろうものが自分を綺麗に見せるとかこの役に関しては全然考えてないんだっていう感じが、うん、あの非常に好感を持てました。しかもその役作りというかね、あの松島さんのちゃんとこう振り切った役作りが、まあ、改変された設定、例えばシングルマザーである件であるとか、あとはそのね最後のあの清丸のね、とんでもない、これも清丸のセリフも現場で改変されたらしいですね。こういうセリフにしましょう。ひでえこと言うんですけど、なんかその、松島さんの要するに、キレイキレイしてない感じが、それにちゃんと効いてるなというふうにね、思ったりしましたね。はい。まあ、あと、まあ、突っ込みどころの話を続けるならば、やっぱいくらなんでもな説明セリフもやっぱ多いよね。これ普通の会話でそこまでの説明はしないだろうとかさ。あとはまあ、そのダークナイト風のトラック転がしとかも、まあ、派手なのはいいんだけど、あんまり本筋と関係ないっていうか、まあ、あの原作だと比較的無駄な、襲い方するなっていう場面ではあるから、そこまで派手に見せる必要が逆に虚しく感じちゃうとか、あとやっぱ防弾チョッキをなぜね、えだって大沢たかおメカリは着てたのになんでっていうこともあるし、そもそも論として、あとそうだ、白井は油断しすぎ、うん、松島菜々子は油断しすぎです。とはいえね、それは本当に間違いないそうでしょう。あとそのタクシー運転手のよきみこが消えちゃう不自然さとかね、はい、これ原作だとかなりね、あの重要なね役回りだって、まあ、その展開を別の人に担わせてってわけで、まあそのこの不自然さを感じるのも確かかもしれませんし、そもそも論としてお話の高等無形さ、
こんな、要はその10億もらうからってっていうね。まあ一応その法律監修とかついてるから一応こう説明の付け方とかあるのかもしんないけど、まあ乗れねえなって感じる人がいちゃうのもしょうがないようなこと向けさがある。で、そのこと向けさを、押し切るほどの説得力がないのも事実なのかもしれません。はい。で、まあ、こんな感じでね、はっきり言って、突っ込みどころがどうこうとかっていう視点でいろいろ言い出すと、はっきり言ってキリがないくらいのものがあるのも確かでしょう。はい。ただ、僕がさっきね、話したような、非常に個人的にテーマ的にグッときちゃったっていう部分は置いといても、この手の日本映画の、まあ、アクションエンターテインメント的なものの水準からすれば、僕はやっぱりその、皆さんが言うほど悪い映画、敵ではないと思うんですよね。そんなこと言ったら新幹線大爆破だって突っ込みどころ満点だし、太陽を盗んだ男だって突っ込みどころあるでしょってことになると思うんだけどさ。で、三池さん的悪ふざけも今回は、なしめで、比較的、本気でやっておりますし、僕はその、僕が言ってるようなちょっとなんか一種特殊な掘り下げた見方をしなくても、だからちょっと今悪い風が吹いてるって感じな気もします。藁の盾に関して言えば。はい。ということです。あと最後にやっぱ言いたいのは、木内和弘さん、またぜひ映画撮ってください。はい。ということでございます。私は大変楽しみました。友情を言ったような理由でね、共感というかね、私の味方で何かこう、変わるような人がいれば、ちょっとでもいれば嬉しいなという感じでございます。ぜひぜひ皆さんも、レッツ・ウォッチメンでございます。レッツとかつけちゃいましたね。なんだかよくわかりませんけど。はい。映画館では今も毎週、新作映画が公開されている。一体、誰が映画を見張るのか、一体、誰が映画をウォッチするのか。映画ウォッチ超人こと、シネマンディアス歌丸が今立ち上がる、その名も、週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。What did he see? What did he feel? Which movie will the Cinnamon Diaz review about? Movie Watchmen.ここからの時間は映画評論コーナー、週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今劇場で公開されている最新映画を毎週、映画ウォッチ超人のシネマンディアス歌丸、まあ、私がどのような姿をしているかについては先週の、この番組ホームページの、放送後期ぜひ、ご覧いただきたい。私こんな姿でいつも放送しております。シネマンディアス歌丸がウキウキウォッチング、その監視報告を報告いたします。先週ムービーガチャマシンを回して決まったのはこちらの映画、藁の盾。凶悪な殺人犯に10億円の懸賞金がかかり、犯人を移送することになった刑事たちの緊迫した、童貞道のりを、スリリングに描くサスペンスアクション。監督は悪の経典13人の刺客の三池崇史。原作はビーバップハイスクールシリーズで一世を風靡した木内和弘の小説デビュー作。命がけで犯人を移送する SP を演じるのは大沢たかおと松島菜々子。少女を惨殺した残忍な殺人犯を藤原竜也が演じるということで、あ、藤原さんご結婚おめでとうございますということですけどね。さあ、ということで、ムービーウォッチメンね、全国のね、ウォッチメンたちのね、皆さんもああいう格好で映画館に行ってるんでしょうかね、これね。大変ですね、これね。違うね。容姿のぶ仮の姿で行ってるんでしょうね。はい、もうこの映画見たよというね、リスナー AK ウォッチメンね、の皆さんからの監視報告いただいております。メールの量多めです。まあ、三池崇史監督作品というのもありますね。まあ、私が割とね、藁の盾やりたいやりたいなんて前から言ってたっていうのもあるんでしょうかね。メールの量、普段より多めでございます。ただし、賛否で言うと、3が4割、否定的意見が4割。いいところもあったけど悪いところもあるという中間意見が残りの2割。ああ、そうですか。突っ込みどころが多すぎる。志は買うが、現実味がないし、ストーリーの荒が目立つ。アクションには迫力があり、役者陣も頑張っていたと思う。などの意見が目立ったということでね。はい。もちろんいつもね、読ませていただいてますけど、僕今回ね、僕の立場的な問題もありますけど、もうちょっと火が多かった気がするっていうか、それだけ僕はちょっとぐさぐさこうね、あ、そうですかねみたいな感じになってる。ね、まずちょっとダメだったという方のね、ご意見ご紹介しましょう。代表的なところ、ラジオネームポンジュースさん28歳、この映画めちゃくちゃひどかったです。先輩に誘われてシャーなしで見に行ったのでつまんないだろうなという覚悟はしていたのですが、もうスタンスがねあれですけど、その覚悟を上回るほどのひどさでした。終始しょうもない展開ばかりで失笑続き、早くこの苦痛から解放されたいと思った映画久しぶりですってね。ツッコミどころ満載の映画って好きなんですが、ここまで登場人物がバカばっかりだとさすがにイライラ、というね。しかもキャラクターが全てカッコつけてるので余計に滑稽でがっかりします。お金はかけてるんだからもうちょっと丁寧に作ってくださいというね、ような。ただしこの方も役者さんたちの演技は普通だったと思います。皆さんお上手でしたって、ポンジュースさんね、ご意見でございます。褒めてる方で、褒めてる方いろんな褒めてる褒めポイント、これもね結構人によって褒めポイント分かれてるところもあるんですけど、比較的僕の感じにちょっと近い方ということで、ブリジット本田さん、
ちょっと省略させながら紹介させていただきますけど、私はこの映画に心揺さぶられてしまいました。自分のパーソナルな部分にものすごく響いてしまったのです。やられたからやり返す、肉親が殺されたから復讐する、向こうが始めたことだから応戦も仕方がない、死んで当然のクズだから殺しても許される、そういった苛烈な条件を次々に突きつけ、私の倫理観を正義感を揺さぶり続けた本作が至る結論。それは三池監督が思う今のこれからの日本の在り方、日本が選ぶべき道ではなかったかと。その選択がいかに辛く悲しく重く耐え難い道であるかを示しつつも、どれだけ己が傷つこうが怪我されようが、果てなき憎しみの報復の連鎖に踏み入るよりははるかにマシなのだというふうに、そのように本作を見てしまった私には絶えず自分が試されているかのようで、鑑賞そのものが辛い体験でしたというね。これまあちょっとブリジット本田さんおっしゃってることは微妙ちょっと違うけど、でもまあなんとなく感じとしてはちょっと僕にも近いというところで選ばせていただきました。あと劇中まあ、三池節、飛び道具的な三池節が、比較的抑えめだっていうご意見ですけど、途中でなんか BGM 的に流れるサントラをぶった切って、ラジオが音楽の途中ですが、って、こう、ラジオのニュースが始まる。なんかこう、なんかこう、感傷的に行こうとすると、そっちブツッとこう行くような感じっていうのはね、ハンバットコとか指摘されて、それもなかなか良かったところですよね。はい。ということで、褒めもね、ダメだったという方のも全部ね、戻っておりますありがとうございます。さあ、ということで、ムービーガチャ当たる前から実はね、すでに一回見てて、当たんないかななんてことを前から言ってたワロンの手で言ってみましょう。はい。ということでね、ま、要はもう最初に言っちゃいますけど、僕は個人的にすごくツボにはまるあるポイントがあって、僕的には大変面白かったんです。で、俺はやっぱ好きですっていう感じなんですね。という感じだった。ただ一方で、まあ、例えばその今カンヌにね出品されてて、なんかねちょっと票がなんとかって言ってますけど、確かにね、もうそれは明らかにカンヌ映画祭に出品されて評価されるような作品じゃないのもまた確かだし、どう見ても。で、つくづく、まあ僕はこれはつくづく本当あんまり使いたくない言葉なんだけど、いわゆるその突っ込みどころ多すぎ的な低評価もまああるんだろうなっていうのもわかる。まあ確かにそういうのもわかると。で、要は僕的には、だったら余計に僕が支持したポイントっていうのをちょっと主張しておく。行きたいなっていう積極的な気持ちが生まれたということですね。ダメだって人の意見もわかるけど、俺は面白かったし、結構心底グッときたっていう、あたり、これをねちょっと主張したいことに気持ちが湧いてきました。でね、まあ、それは何かっていうとね、もちろんもちろん、ね、例えばこういう人は多いと思いますよ。日本映画で久々に、まあ、ビッグスケールのアクションエンターテインメント、それこそ新幹線大爆破級のっていうかね、まあ、新幹線ね、今回実際にこう出てきて、こんなのどうやってって思ったら、台湾ロケしてるっていうね、はい。だから車体の色とか違ったりしますけど、台湾ロケして新幹線使ったりとか、いろんなね、高速道路が出てきたり、パトカーいっぱい出てきたりとか、まあ要は、久々にこういうビッグスケールかつハードなアクションエンターテインメント、まあそういうのをよくここまでやってくれたっていう嬉しさ、もちろんそういうのもあるし、一方でね、あとやっぱ木内和弘さんのその原作小説、まあその木内和弘さん、まあ先ほども紹介で言いましたけど、当然漫画のビーバップハイスクールの作者であるわけですけど、これ映画ファンにとっては何しろ木内和弘さんって言ったらやっぱりその、映画監督としてもね非常に評価高いとか、僕なんか超大好きなんですけど、例えばやっぱV シネマのカルロスですね、竹中直人さんがブラジルのねギャングを演じるカルロス、もう名作中の名作と言っていいと思いますけど、あるいは木内和弘監督版のビーバップハイスクール、那須監督版じゃなくて、木内和弘版ビーバップハイスクール、もう全く救いのない、もう暴力の無限地獄というかね、はい、として描かれるビーバップハイスクールであるとか、あるいはジョーカーなんてあったりとかね、あと鉄と鉛ですよね、渡瀬綱彦さんのね、もう傑作いっぱいありますよ。まあハードなアクション映画の作り手としてもやっぱ我々何しろ映画ファンにとってやっぱ木内和弘さんというのが、でその木内さんが小説デビューしたのがこの藁の盾で、もともとは自分でいずれ映画化できればなという、そういうような想定で書かれたであると。で、でもちろん小説もむちゃむちゃ面白いんですけど、僕は今回の映画化はこれちょっといろんな見方あるようですがね、元の小説版では納得できた部分が今回はダメだっておっしゃる意見も見るんですが、僕の見方では少なくとも映画的に、そしてここは大事なんだけど、テーマ的には今回の映画版はこの原作版からより俺ブラッシュアップされてる、という点もまあ良かったなっていう点もあるんです。ただで、まあそれらについても後で時間が許す限りはちょいちょい触れてはいきたいんだけど、僕がこの作品に関してその心底グッと来てるポイントってさっきから言ってるのは、ちょっとさらにその先の部分っていうかですね、むしろちょっとそこじゃない部分なんですよね。大型アクションエンターテインメント、もちろんそういう作りにはなってますけど、大型アクションエンターテインメントっていうよりはどんどん話が進むにつれて、だんだんこうなんつうんですかね、哲学的会話劇のようになっていくっていう、でいわばそのなんていうんですかね、偶話的になっていくわけですね。でその偶話としてのメッセージ性の部分
なんですよ。この三池崇史監督自身がですね、このパンフレットのね、なんかその、あれでもおっしゃられてますが、発言としてと、引用されてますけど、この作品はね、ハリウッド映画のように始まって途中でいろんなものを削ぎ落としていって最後は魂が残る、そういうところは、面白い今日の作品ですみたいなことを言ってて、まさにそういう部分、そういう構成の部分というか、でまさにね、人によってはそここそがうざいと感じられたよね。なんかそのなんかダラダラなんか会話してどうでもいい会話しやがってとか、あるいはツッコミどころだったり、これ後ほど言いますけど、確かに僕はここの、どんどん会話劇は抽象度が増していくに従って現実味から離れていく感じってのは確かにあって、確かにツッコミどころにはなるんだろうなとは思うんでしょうが、やっぱその偶話としてのメッセージ性の部分がですね、これ僕の話ですね。今日はかなり僕のがこう見たという話が多いと思うんですけど、目下のこう自分の問題意識っていうかですね、特に要は本業でね、もうすぐ次のアルバム作んなきゃいけないっていうんで、まあいろんなことを考えてるじゃないですか。でそこでいろいろ考えてるた時のにこう自分の中にある問題意識とかと結構重なってですね、自分でも意外なほどちょっと本当に面白かったってどこじゃなくて、結構心を震わされてしまったっていうか、そうだよってその通りだっていう、感じにこう思ったりなんかして、なのでまあ今日は結構ほとんどその僕が受け取ったテーマの話というか、僕が受け取ったメッセージ性の話、になると思いますので、こういう見方もあるのかぐらいにね、ちょっとね、受け取っていただけると嬉しいんですけど、それは何かっていうと、じゃあメッセージ性、偶話としてのメッセージ性の部分要約してしまう。